はいどうも、はいどうも、タラ選手ご飯の時間ですよ。本日も昼間お弁当を作ってまいりました。暑いですがご安心ください。いつも通り二段攻撃でやっております。二段攻撃ご存知ない方のためにもう一度、一段、二段、そういうことでございます。100円ショップでございます。だこれも入れたら3段になるんですか。あれあなた、もうこれも入れたら4段とかなるんですか。保冷剤しっかり入れてます。しっかり入れてます。絶対大丈夫です。全然溶けてないです。保冷剤全然溶けてないです。で今日もギッチギチで詰めましたんで、箱弁当箱がくってならないように。弁当箱がくってならないように、これでしっかりと、もうだってもう開いてるもんね。やってしっかりと締め付けております。ご安心ください。しっかりと入れております。そして、あー今日の美味しそう。今日のもごめんなさい、また美味しそうですよ。ほらどうよ、これもたまんないですね。唐揚げ屋さんの唐揚げ、天才味付け卵焼き、卵にピーマン焼いたやつ、ブロッコリー、トマト、ちょうどいいでっかいのがなかったから、もうプチトマトたくさん、もううっぷんさです。下16個です。いただきます。下16個です。よし、安全です。肘つきながらごめんなさい。ちょうどいい高さで食べますので、あーいただきます。トマトからいきましょう。こうか、よく冷えておるわ。よく冷えておっておいしいわ。急に涼しくなってきた。これ怪しいぞ。大丈夫か。怪しい風が吹いてきたぞ。大丈夫か。急に涼しいぞ。最近はもうゲリラだなんだってね、危険ですからね。美味しいなトマト。しかしゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨、氷が降ったりなんかして喧嘩？何やってんのこれ。喧嘩か。喧嘩でしょこれ。愛の語らいじゃないでしょこれ。喧嘩でしょこれ。あら首を、あらあら、くわえやった。あらあら激しい。ん、こんなに激しいの初めて見たよ僕は。平和の象徴とは思えない。なんで平和の象徴なんだろうね。誰か勝手に決めたんでしょ。あと自ら、私は平和の象徴ですよ。だ人間の皆さんご存知ですか。私たちは平和の象徴でございますよ。ハトが言ったかなんて分かんないな。これは分かんないな。何万年も前、まだハトと人間が喋れた時代、みんなのがあったかもしれない。バベルの塔、あれは人間の言葉がバラバラになった話か。まだやってるよ。ほど気に食わないことがあったんだもんな。しかも、まだ面白いとこ、面白いとこっていうのはね、結構ね、飛ばないんだな。飛べるのに走って逃げるんだよ。車が来た時もとか、自転車が来た時もそうでしょ。飛べるんだけど、飛ばないで走って逃げたりすることは。鳩の面白いとこだから。どっか上に。ブロッコリー大根、何があった。ずっと走って追いかけて、ずっと走って逃げて、何があった君たちは。何があって、何をもって一行してるのか。
あ、アングル下向けてやろうと思ったらちょうど頭ハゲ頭が切るところちょうどいいんじゃない。こうやって見えるか、こうやって食べようとして、こうやって絶対見えるか、ちょうど頭ハゲ頭隠しで できてますよ。お元気ですか。全然見てなかった。お元気。ダメ。あんた方にあげる食べ物はないんだよ。ないのよ。僕は一人で食べていくのだけども精一杯よ。施すほどの余裕がないんだ、残念ながら。残念ながらね。唐揚げいきましょう。唐揚げ屋さんの唐揚げです。どうしたの、ほんとにめちゃめちゃ美味しい。うん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 、うん、米もいいわ。米もいい。十六国の相方っていうかだけじゃなくて米と一緒に炊くじゃないですか。もち米入れたんですよ。非常にいいです、うん、たまにはプチトマトもいいんだ。あのでかいのだとやっぱ食べ応えがあってすごい美味しいけど、最初に全部食べちゃうから途中で食べる楽しみなくなるのかな。これだと何個もあるから、はじめちょろちょろ中パッパって言ってたはじめちょろちょろ中パッパって食べれるから、これいいね。最後デザートもいけるでしょ。卵2個です。うん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 、いいね。どうのも全然日の投資家も最高だな。自分で言うのもなんですけど素晴らしいんじゃないですか。ちょっと早めなんですよ。早め。今2時ぐらい。ちょっと早め。そういう日もあります。
ちょうどいい。ここいいなと思ったんですよ。お腹も減ったし。全て巡り合わせです。巡り合わせ。明日の天気どうだっけな。晴れるんだったら明日お弁当作ろうかな。味が違う。そう言って。はい。もちろん。できたね。出来たてにはかなわないけど、冷凍しておったのをチンして、こうやって弁当に持ってきていると美味しいよ。ブラジルさんあたりの鶏肉なんでしょうけどね。国産じゃこんな安くでいいね。まあでも専門店だったらたくさん仕入れるからいけるのかな。どうなんでしょうか。めちゃめちゃ美味しい。あれ食べたことないんだよな、唐揚げの天才。天才卵焼きっていうの確かあったよね、あのテリーさんのあれ。渡辺さんとテリーさんでやってみましたっけ。渡辺さんとこでテリーさんがやったのか。そうか、渡辺さんのところでテリーさんがいたのか。確か渡辺さんのところでテリーさんがやってることになったのか。唐揚げの天才、あと天才卵焼き、天才味付け卵焼きの親戚だなこれな、名前からしてね。あるんでしょうか。どうだろう。あのテリーさんの唐揚げ食べてみたいなと思って。なんかで見たのニュースかなんか。100店舗かなんか。ん？1000店舗。忘れたけど。100でしょうね。どうだったの？達成したっていう、なんか見た気がする。
人でも多いな。都会だね、本当に。唐揚げとこのやつ合うわ。濃いめの味付けがいいんだね。動物の卵で。毒があって、食べれない卵って、ないですよね。多分。バイ、アンク。はい。多分ないはず。唐揚げさんの唐揚げを入れた今日の弁当、今日の弁当、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。